は日本の競争馬である馬名の意味はドナウ川の青主な勝倉は京都品馬ステークス関や記念前妹に中央系馬品馬三冠馬のジェンキルドンナがいる2010年10月23日京都の芝線600メートルの新馬戦で福永雄一安城でデビューし一番人気に支持され福永は生かせるつもりはなかったもののスタートよく 好位二番手から直線抜け出して、デビュー戦を飾った。続く五百万下の白木区賞は、新馬戦とは一転して控える競馬に徹し、馬群に包まれて苦しい場面もあったものの直線、差し切って二連勝とした。白木区賞の後は、大花賞を見据えて短い休養に入った。年明けの三歳初戦の新山記念は、後の三冠馬オルフェイブルなどボバを差し置いて一番人気に、 押されるも直線のビズ、レッドデイビスの5着に敗れる。続く、フィリーズレビューも一番人気に押されたが追い込み決まらず、フレンチカクタスの4着に敗れ、大賀賞は、レーブディソール故障で手が空いた福永に、手綱が戻る予定だったが抽選に通らず、東日本大震災で、半身開催となった、ニュージーランドトロフィーも英星オスマンの6着となり、 GI 競争への出走権を逃し続けた。この後夏場は休養に入り、中間で熱中症にかかるも立て直され大事はなかった。秋初戦のローズステークスは5着に終わって、週刊賞への出走は果たせなかった。この後1000万下の京都の堀川特別は3着に、敗れるも11月の京都の芝1800メートルの1000万。 下の平場線は直線抜け出して1年ぶりの3勝目となった。小馬となった2012年の初戦として、準オープンのみで、京都品場ステークスに出走、クリスチャンデムーロを安城に、先行の後直線は残り1ハロンで抜け出し、インから伸びてきた小竜ームーンに一馬身2分の1、抑え、重賞初制覇を果たした。続く、中山品場ステークスは、 初の輸送競馬の影響では体重を減らした影響もあり、11着惨敗となった。安城にクレーグ・ウィリアムズを迎えて、初 GI 出走となったビクトリア・マイルは、先行粘るもウィリアムズが追い出した、刹那大きく寄れる距離ロスが災いし、ホエールキャプチャにハンバシン及ばぬ2着赤敗となった。続く安田記念は、後一一層も直線で伸びをかいて、 ストロングリターンの10着に終わった。休養後、秋の短距離路線を睨んで出走した、新潟競馬場での関谷記念ではスタートを決めて2番手追走から抜け出し、追いすがる衛進リターンズを二度差し返して1分31秒5のレコードタイムで優勝した。秋初戦の府中品馬ステークスは一番人気に押され、中から前目でレースを進めるも売り合いを欠く場面もあって、 最後の直線の伸びを変えて、マイネ・イザベルの3着に敗れ、続く、マイルチャンピオンシップでも、中段から直線伸びるも、サダム・パテックの3着に敗れる。5歳初戦の東京新聞杯は、いいところなく、クラレントの10着に敗れ、一番人気に応えることが、できなかった。続く、ダービー今日チャレンジトロフィーも統計平浪の10着に、敗れ、ビクトリア・マイルは、ビルシーナの5着だった。 サマーマイルシリーズとなった中京記念と関谷記念はいずれも2番人気ながら4着となり、秋に入り、初戦の府中品バステークスは先行し、ホエールキャプチャの2着に粘ったが、その後のマイルチャンピオンシップではスタートが決まらず、当選ラーの5着に敗れる。そして2014年、引退レースとして、京都品バステークスに一番人気で出走したが、2年、前の自身と同様に、 格上挑戦で出走してきた、ウリウリの2着に敗れた。以下の内容は、netkeiba.com よびジャビスサーチの情報に基づく。1月29日付で競争場登録を抹消され、生まれ故郷の農ンファームで繁殖品場となる。ありがとうございます。